野新太です。プロダクトデザイナーで株式会社ボーダレスという会社をやっています。本当小さい頃から物を作るとか絵を描くのがすごく大好きで、中学生ぐらいですかね、漠然となんかデザインっていう職業があるっていうことを知ったんですよ。いいなって思ったのは覚えてます。もともとその自転車だったりバイクだったりっていうのは結構好きで、会社に所属していた6年半はバイクのデザイナーとしてそれ一筋でやっていましたと。僕そのバイクの免許取ったっていうのを親に事後報告してすごい怒られたんですよね。で、まあでももう取ってしまったもの仕方ないと、自分のお小遣いで買えばいいじゃないと、でヘルメットは買ってあげますということで一緒に買いに行ったんですけど、絶対にこれはこのヘルメットにしなさいって言われたのがフルフェイスのヘルメットだったんですよね。これじゃないと走っちゃダメだと。すごく重いし、被るとこうすごい圧迫感があって、あんまりいい体験じゃなかったのはずっと感じていて、もっとかっこいいものないかっていうのをたくさんリサーチしたんですよね、バイクのデザインの一環として。で実際調べてみると60年以上全然進歩のないシンプルな製品だったので、これを変えたら面白いんじゃないかっていうのを思って、クロスヘルメットプロジェクト着手するにあたっては、新しい技術とか新しいそれにふさわしい見た目のデザインっていうのをちゃんと融合したものにしたいなと。ヘルメットをそのハイテク化する、デバイス化することでできることって飛躍的に増えるんですよね。360度の視野を確保することができるヘルメットを作ってると。そのカメラを内蔵して、ヘッドアップディスプレイに状況、後ろの状況をミラーのように表示するっていうのは最初の取っかかりで、こういったことができますと。ノイズコントロールの技術においては今特許を持っていて、音って聞きたくない不快な音と、どうしても情報として必要な音と2種類あるんじゃないかと思っていて、周波数帯に応じてユーザーがこう選べる、音の環境を選べるような技術を開発したんですね。ヘルメットの中のこう印象ですね、空間的な印象っていうのはこだわって作っていて、僕が昔被ったヘルメットとかも、世の中によくあるヘルメットって被るとすごくこう顔に押し迫ってるような状態になってしまうんですけど、そこを極力こう自然な形で前に膨らませていって、ですごくこう息がしやすかったり、視覚的なこうスペースを感じたりですとか、窮屈さはないようにデザインをしました。ヘルメットの中に Bluetooth 搭載されているので、スマートフォンで取り出せる情報っていうのをヘルメットに送ることができるんですね。そのヘッドアップディスプレイの上にナビゲーションだったり通信状況だったり、まあ、時計だったり目的地までの距離だったり、これまでライダーが見ることができなかった情報をヘルメットの中で全部確認することができるようになると。アプリケーションを追加していくことでできることをもっともっと増やしていきたいなと思ってます。ただ単純にコンピューターとして動作するんじゃなくて、例えばヘルメットをかぶった瞬間、今日いい天気ですね、どこに行きましょうかっていうことをコミュニケーションを取ってくれたり、そういう存在にまで進化させたいなというふうに思ってます。新しい世の中に今までなかったものを作るっていう仕事は今までやりたかったことだし、やる価値があるなと。やっぱりバイク楽しい反面、事故をなくしたり減らすっていう解決策がまだあんまりいいものがないんですよね。でみんな放置してる、だからバイクは危ないものってなってるんですけど、本気でこのクロスヘルメット、この新しいスマートヘルメットが世界中の人の体験を良くするとか、事故をなくすっていうことが必ずできる可能性を持っていて、でまだ誰もそれを作ってないのであれば、何が何でもやりたいっていうその気持ちで
ずっと続けてるんですよね。皆さんこんにちは、株式会社ボーダレスの小野です。今回キックスターターをやろうと思ったきっかけは、物を作る人たちが本当にその製品を世に出すためにみんなで応援してそれを実現化させる、その仕組みが素晴らしいと思ったからです。僕たちが取り組んでいるクロスヘルメットは全く新しいデザインと技術を融合させたバイク乗りにとって理想的な製品になると思ってます。この製品を本当に実現して世の中に出してみんなが楽しめるものにしていきたいと思ってます。ぜひこの夢のある製品を実現させましょう。